はい、どうも皆さんこんにちは、カズマックスです。今日はですね、2019年令和元年最後の動画ということで、まあ今年ね、僕がこのコーヒーワールドで紹介してきた、まあたくさんのコーヒーアイテム、その中の、トップ5をなんとかね選びましたんで、今回ご紹介していきたいと思います。毎年恒例のね、YouTuber のランキング動画ですよ。まあ、悩みました。かなり悩みましたね。今年はね、結構、今までとは違って、アイテムはそこまで多くなかった気がするんですね。いろんなところに出かけたり、まあ、コーヒーを入れに行ったり、まあ、企業さんを訪れたり、まあ、いろいろ、やったんですけれども、まあ、それでも、魅力的なアイテムたくさんあったんで、結構悩んだ。選ぶのに1ヶ月くらいかかったかな。まあそのくらい慎重に選んだアイテムなんで、はい、じっくりご紹介していきたいと思います。でね、ここに5つ選んではあるんですけれども、それに加えてもう2つか3つくらいちょっと特別賞としてね、紹介したいものがあるんで、それもまあ動画の最後あたりで喋りたいかなと思います。はい、じゃあもったいぶらずにね、トップ5第5位からいきましょう。第5位は、こちら、タカヒロのコーヒードリップポットしずくの 500ml です。これまあ相当前から気になっていたドリップポットで、ついこの間ね、やっと買ったんで、まあ、動画作ったんですけれども、まあ実際使ってみて、やっぱ評判通りの、前評判通りのものすごくいいドリップポットでした。細口を本当に極めたドリップポットで、まあ、これでネルとか入れるとね、すごく入れやすかったんですよね。僕の普段使っている銅ポット、あれ相棒ですごくお気に入りなんだけど、それとは本当全く別の次元のこう注ぎ心地というか、動画でもちょっと話したかもしれないけど、お湯の出る量を制限してくれるっていうか、もう太く多く出せないんですよ、要はね。もう本当に繊細に少しずつ注ぐのを、なんつうか助けてくれるっていうかね、もうこだわりの一杯をじっくり入れたいって人にも本当おすすめしたいドリップポットでした。これ結構使ってます。今ね、買ってからもう1、2ヶ月くらい経ったんですけれども、まあ相棒のね、銅ポットと交代交代くらい使ってますね。そのくらい、今まで使ってきたドリップポットの中で上位に入る、はい、精度でした。ただまあ完全に誰にでもパーフェクトってわけでもなくて、まあ特化型なんで、入れ方とか、まあ道具とか、その兼ね合いとか、いろんなまあ個人のね、状況によって、これが使いやすいか使いにくいか、結構振れ幅でかいと思うんで、まあそこはね、慎重に選んだ方がいいと思います。まあ、雫に関してはそんな感じですかね。じゃあ次、第4位移りましょう。第4位が、あ、これだ。はい、こちら。コーヒーカップなんですけれども、はい。折り紙のバレルアロマカップっていう、まあ、小さめのね、コーヒーカップです。まあ、僕は夏にね、SCAC に行った時に、見つけて買ってきたやつなんですけれども、ほんと気に入ってて。やっぱコーヒーカップ一つでね、コーヒーライフ、上がるね。楽しくなった。一杯のコーヒーがね、これを使って飲むことによって、やっぱこう、自分のこう、理想とするコーヒースタイル、ライフが、なんかこう、完成された気がしましたね。そんくらいフィットした。これ完全に個人差というかね、まあ個人の好み、趣向だと思うんですけれども、僕、ほんとこれね、気に入って、毎日使ってるんですよ。毎晩、これで食後のコーヒーを、入れてね、飲んでるんですよ。ね、すごい滑らかなんですよね、飲み口がね。まあ動画で紹介した通り、他にも折り紙のカップはたくさん持っていて、まあドリッパーもね、僕使ってるんですけれども、まあ折り紙製品の中で僕今んとここれ一番お気に入りですね。で、これの色違いもまた買うつもりではいるんですけれども、ちょっとネックなのがね、在庫がね、ちょっと少ないんだよね。結構製造元のところが、そこまで大量に生産できないところらしくて、ドリッパーもそうだし、まあカップも、結構在庫切れになってることが多くて、ちょいちょいね、僕 Amazon チェックしてるんですよ。あとは公式のオンラインストアかな。まあ、その辺で、もしよかったらチェックしてみてください。一応下にリンク貼っておきます。この折り紙のシリーズはね、ほんと今世界的に、コーヒー業界で人気の高い商品で、だからこそまあ在庫がないっていうのもあるかな。おしゃれなカフェとかに行くとね、結構な頻度で出くわすんですよ。普通にドリップコーヒー入れてもいいし、カプチーノとか、デザインのラテアートとかさ、を注いでも入るんですよ。でも、変にこう派手じゃないでしょ。色はしっかりしてるんだけど、派手じゃなく、こうコーヒーを引き立ててくれるんですよね。これ本当にお気に入りです。はい、というわけでね、じゃあ次、第3位を紹介していきましょう。第3位は、はい、こちら。ドリップスタンドでございます。
僕のドリップスタンドっていうと、これが来るまでは、まあ、こいつがね結構動画に出ていたと思うんですけれども、ほんとね、これほんと理想的だったんですよ。こっちも大好きでちょこちょこ使ってはいるんだけど、少しでかくてね、もうちょっとちっちゃくて、で高さ調節ができるドリップスタンドが欲しいなっていうのを、まあ、サブチャンネルでね結構シリーズにして3本くらい作ったかな僕の理想のドリップスタンドはこれだみたいな、求めてるんだみたいななんか作ったんですけれども、その結果として、はい、こいつね、まあ、友達からいただいたやつなんですけれども、雪輪のドリップスタンドです。これねマジで僕の赤い矢を使う、大きいドリップスケールを使うスタイルにすごく合っていて、でしかも高さ調整ができて、でこの輪っかだから、どんなドリッパーも乗っかるし、どんなサーバーも使えるし、それでいて作りはすごくシンプル。下がね薄いのがいいね。これ結構ねドリップスタンドって下のところが厚い木のおしゃれなやつとかだったりするのが多いんですよ。そうするとね意外に邪魔だったりするんだよね、狭いキッチンで。でドリップスタンドとドリップスケールの相性が良くなかったりとか、これシンプルイズベストが本当に、形を成したような、もう理想的な僕のドリップスタンドで、大好きで本当に毎日使ってます。一応これ黒バージョンもあって、まあこれもね結構 Amazon で在庫切れになってることがちょいちょいあるんだけれども、一応これもリンク貼っておきます。これぜひおすすめです。ドリップスケールユーザーに特におすすめかな。ハリウとかもきっと合うと思うんですよ。材質もステンレスだからね、もう濡れたキッチンペーパーとかでさっと拭けばすぐ綺麗になるし、まあそもそも汚れにくいしね。はい、これお気に入りで、第3位、これが3位ですね。はい、じゃあ次は、いよいよ第2位でございます。第2位はこちらはい、スマートホームコースターですね。これ僕が、コーヒーのサーバーを温めておくためにって言ってね、買って、まあ、動画で紹介したやつだったんですけれども、確か生放送が発端でしたね。秘書さんにこういうのがあるよって教えてもらって、まあ、これ俺理想だったんすよつってその場で注文してさで届いて、もう即ね開けて動画で紹介しましたね。いやね意外に視聴者さんの受けもすごく良くて、本当サブチャンネルで紹介しようかなレベルの、僕の本当に個人的なすげえ局地的な需要のアイテムだったんですけれども、いや実際ね使ってみてね、本当これこれがなかったら僕のコーヒーライフは完成しないですね、もう今ではうん、これなくしては食後のコーヒータイム、まあ、まったり過ごせないですね。これがあることによって、コーヒーサーバーがねこう保温されていて、常にあったかいコーヒーが飲めるんですよ。要は今まではさ、コーヒーカップとか、まあ、サーバーにコーヒー置いとくじゃないですか、で飲むじゃないですか。冷めるのは早かったんだよね。冷めるのは早いと急いで飲まなきゃいけないじゃん。あんまりこう冷めたコーヒーもうまいっちゃうまいんだけど、やっぱ温かいさ状態でさ、一番いい状態で飲みたいじゃないですか。だからそれをこう延長してくれる、コーヒーの命を延長してくれるような素晴らしいアイテムだったんだよね。だから今までは5分くらいで飲み切らなきゃいけなかった 1,2 杯のコーヒーをゆっくりじっくり30分くらいかけて、もうねチビ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 ね、あーうめえなって、ほんと焦らずにまったり落ち着いて、飲める余裕が生まれました。うん、これ本当に買ってよかったと思ってる。ランキングをね考えていて、いや正直ね、もうちょっとしっかりコーヒー器具っぽいものの方が視聴者さん的にも、まあチャンネル的にもいいかななんて考えもよぎったんですよ。だけど実際しっかり考えて、いやこれマジいいよ、うん、実際買ったっていう視聴者さんからもかなり良かったですってお声もいただいてるし、激推しです。はい、こちら、まあ類似商品もあったりするからね、まあその辺はまあ好みだと思うんですけども、一応これもリンク貼っておきます。はい、というわけで語ったな、まあ、ここまでベスト今4つ語りましたけれども、じゃあ最後の1個、今年2019年僕が、買ってよかったコーヒーアイテム流行る第1位ははい、こちらこちら、カリタのネクスト G でございます。まあやっぱりこれでしたね、うん、やっぱ見るなんですよ、うん、前に2年くらい前に作ったランキング動画でも確か手引き見るがベストワンになったと思うんですけれども、うん、やっぱりね見るあってこそのコーヒーライフですから、でそこを
さらに良くしてくれた。今まではね、ナイスカットミル、同じくカリタのナイスカットミルっていう機種を使っていたんだけれども、このネクスト G が来たことによって、僕のね悩みが解消されたんですよ。やっぱ静電気防止機能すごく良かったっすね。イオンを出してこの辺にね、あの飛び散ったり、あのついたりする静電気でつく粉をね除去してくれるっていう、まあ、機能なんだけど、本当に良くて、今12月後半真冬なんですけれども、全然あの粉が飛び散らなくて、いやこれね地味にいいんですよ。ストレスフリーにコーヒーを入れられる、本当にスムーズに。でペーパードリップでやる分には全然あの引き目も問題ないしね、もう均一に引いてくれてると思うし、で音も静かだしね。とそこだ、夜ねあの真夜中とか遅い時間にねあの豆引いてもそんなに音響かなくていいんですよ。近所迷惑にならないからね。あとはまあそうだな、まあ、高かったけどやっぱ買ってよかったと思ってる。あただ、あーっとね、これホッパーのねとこだけ、この中にね豆がちょっと詰まる感はあるかな。ちょこちょこ引っかかって、特に深入りの豆、油分がねある豆とかは引っかかりやすくて、ちょいちょいあのスプーンの後ろ側とかでガッガ押してね落とすんだけど、そこだけネックかな。他はほぼほぼパーフェクトで、まあ、僕のやりたいことを、叶えてくれる、理想的な、コーヒーミルだったと思います。3万いくらしたけど、まあ、買ってよかったなと、はい、思いました。これが、はい、2019年買ってよかったものランキング第1位でございます。はい、というわけで、まあ、ベスト5紹介していきましたけれども、間違いないと思う。こいつらがうちの、生たちですよ。これは押せるね。ってわけで、じゃあ、特別賞に移りますかね。これ特別賞がドリッパーなんですよ。僕が、今年買ったわけではなく、今年使っていて思ってたり、まあ、使ったことあったけど、今年ドリッパーっていうものをよく見つめ直して、まあ、他にも、まあ、買ったものとかあるし、言うたら、まあ、今年カズマックスがいろいろ浮気はしたけれども結局戻ってきた惚れ直した、ドリッパーたちって感じですかね。2つあるんですけれども、じゃあまずはこっちにしますかね。はい、こちら河野の名門ドリッパーです。まあ僕のカズマックスのコーヒーワールドをね以前から、見てくださってる方はよくご存知かなと思われるドリッパーですけれども、動画の登場頻度もかなり高く、でプライベートでもよく使っており、で師匠も、使ってるドリッパーなんですよね。まあそういうことで愛着もあるんですけれども、やっぱでも性能面ですね。僕豆のやっぱ好みとしては深入りが好きなんですよ。その深入りを特に美味しく入れてくれるドリッパーだと思ってるんですよね。コーノで入れることによってハリオとか他のドリッパーで入れるよりもなんかねコクというか、苦味の部分というか重たい部分というか、僕コーヒーしっかり飲みたい派なんだけど、そのしっかり部分を出してくれるドリッパーかなと思ってるんですよ。これによって豆のこう奥深くにあるものがなんか引き出されるような感じで、じっくりコーヒーを入れられるんですよ。でじっくり入れられるし、まあ浅入りとかも全然ね入れ方によっちゃ入れられるし、 だからあの浅入りでもある程度深みを持たせることもできるしね、そういうところで大好きで使ってるんですよね。深い、コク深いコーヒーが好きな人にはこれがおすすめ。実際いろいろね、まあ、今年、ウェーブドリッパーとかハリオとかいろいろ使った上で、やっぱペーパードリッパーじゃこれが一番かなって、はい、僕は思いました。折り紙もかなり自分の中じゃ来てるんだけど、ちょっとね今年悩みました。折り紙とこうの俺の相棒どっちに据えようみたいな、結局やっぱこっちかな。折り紙も好きだけどやっぱ相棒はこうのかなって感じですね。はい、じゃあ次、もう一つのドリッパーが、こちらですね。ネルドリッパーです。まあ、これハリオのやつなんですけれども、まあ、ハリオのやつ限定ではなく、まあ、ネルドリッパーっていうネルフィルターっていうものが、まあ、いかに素晴らしいかっていうのがね、まあ、改めてやっぱ実感できました。まあ、動画も一本作ったんですけれども、やっぱネルが究極だと思ってるんですよ僕は。これは散々褒めちぎっといてね、あのあれなんですけれども、まあ、これはペーパードリッパーの中で僕が、まあ、ナンバーワンだと思ってるもの。ネルはねやっぱあのまた別物だから、フィルターがそもそも違うから油分の出方が全然違うんですよ。やっぱコク深く滑らかに、特に僕のその好きな深入りをより美味しくしてくれる、
これで入れたコーヒーね、やっぱ格別ですわ。これをね、朝からね、休みの日にね、入れるとね、もうほんと一日幸せに過ごせるんですよ。最高の朝を迎えられますね。そのくらいほんと滑らか、美味しく、柔らかく、うん、抜群のコーヒーが飲めるフィルターだなーって、まあ、ほんと今年ね、ドリッパーを本当に本当によく考えたんですよ、いろいろ。その中で、まあ、トップに君臨したのがこいつらですね。やっぱドリッパーでね、コーヒーって変わるんですよ。でコーヒーが変わると一日の満足度、うん、いやもう人生の満足度がそのくらいのレベルで変わるんで、ドリッパーやっぱ自分の好みに適したドリッパー選びが大事だなと、はい、思った年でございました。で、ですね、これランキングに入れようか本当に悩んだんですけれども、まあ、最後の特別賞、この2つというかこのセットですね、ハリオのスマート G 電動ハンディコーヒーグラインダー、これハリオさんからの提供品で、まあ、クラウドファンディングでもね、やってた商品で、かなり人気も高く実際いいミルだったんですけれども、なんで俺ランキング入れなかったかって、ほんとこれ個人的なあれです。性能としてはものすごく良くて、まず入れようと思ったんだけど、ランキング整理しててさ、よく考えたら、いやこれはカズマックスのコーヒーワールドなわけであって、カズマックス自身が、僕自身が実際使ってみていいなって、なんていうか僕のコーヒーライフに実際に役立ったものをランキングにするべきだなと思ったんですよ。って考えると、あのですね、うちには今この子がいるのね。この電動ミル、ネクスト G がいるから、こっちはまあ使わなかったのよ。うん、物はいいのよ。うん、これがいるから、たまたま出番がなくなって、めちゃめちゃほんといいんだけど、いいんだけどランキングに組み込めなかったって感じなんですよね。うん、だそれ抜きにして考えたら、やっぱりこれすごく良かった。まあ、例えば僕がコーヒー始めたばかりの頃ですね、頑張ってナイスカットミル買いましたけれども、多分ねその時にこいつがあったらこれ買ってたと思う。手引きもできるし、電動で回せるし、両方できる、うん、これ本当開けた時ね、触ってみてレビューしてみた時、パーフェクトだなって思ったんですよ。そのくらいだ、ランキング入れたかったんですよ。うん、これくらい魅力的な商品でしたね。ただ今 Amazon でまだ販売が開始されていなくて、やっぱこっちだけですね、この手引き部分だけが売っていて、この電動部分が合わさったものはもう公式のサイト、オンラインストアでもね、確か品切れになってるらしいんですよね。また楽天とか別のとこじゃ在庫があるのかもしれないけど、いや今ねちょっとまだ一般化されてない感じがするかな。またそしたらね、来年以降アナウンスもしていきたいかなと思うんですけれども、うん、まあそんな感じでございました。はい、カズマックスの2019年紹介してよかったものランキング、ベスト5と特別賞プラス2プラス1、はい、以上でございます。まあ今年もね、たくさんコーヒー器具遊びましたね。コーヒーライフ一気にね、やっぱ上がった気がしますね。一つ一つのアイテムによってぐん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 ガン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 ね、やっぱ終わり見えないですね。これからもいっぱい揃えて楽しんでいきたいと思います。はい、というわけで、今日のカズマックスのコーヒーワールドでございました。はい、じゃあまた次回お会いしましょう。まあ2019年最後ということで、はい、ぜひ皆さん来年も良いコーヒーライフを。そしてね、まあ年越しコーヒーもいいんじゃないですか。僕やるつもりです。はい、美味しいコーヒーこれからも楽しんでいきましょう。はい、それではまた次回お会いしましょう。じゃあね。